新大久保駅から有栖山長までのルートと周辺施設を紹介していきたいと思います。新大久保駅から有栖山長までは徒歩約2分。距離は約200メートルです。新大久保駅は交通の利便性が高く山手線を利用することができます。池袋駅まで約7分、新宿駅まで約2分。品川駅まで約22分、東京駅まで約18分で行くことができます。池袋駅、新宿駅、品川駅まで乗り換えなしで行くことができます。また中央、総武線が通っている大久保駅へ徒歩約3分で行くことができます。物件は東京都新宿区百人町2丁目に位置しています。物件の下の階にはセブンイレブンがあり、周辺にはコンビニやスーパーマーケットがあるので生活用品に困ることはないでしょう。駅前には24時間営業スーパーや深夜まで営業しているスーパーも多いため、帰宅時間を気にせず買い物をすることができます。新大久保駅前に通っている大久保通りは繁華街となっていて、ファミレスやファーストフード店のほか、さまざまな国の飲食店が並んでいます。有栖山長に到着しました。物件周辺にはマップ内の施設があります。徒歩分数と距離は物件からとなっています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。各 SNS のフォローもお願いします。